谷村時期は、江戸時代後期の土佐藩上司。谷村家の第四代当主。浦久流茶人、谷村時族の孫。無双時期伝英神流、第十五代、谷村亀之助自由の父。板垣大輔の外曾祖父。土佐藩巨坊道の達人。土佐藩士、谷村次邸の嫡男として、高知城下に生まれる。幼名は小金割れ。全名は江門八。 通称は久野城。母は、尾崎の誠の長女。法暦十年二月十五日、土佐藩主、山内豊時期に総領をお目見え押せつけられる。安永六年五月四日、土佐藩主、山内豊陽の時代、老夫谷村時計の後目を相違なく下し置かれ。ただし、従来の二百五十国の五十国は、三倉舞と印置かれ甲所を、この度、五千儀の上、 死業百五十国ミクラと文言帳に、記してあるように仰せつけられ、最も二百国は、従来の通りに下し置かれた。天命三年七月五日、大井五小賞を仰せつけられる。天命七年九月十三日、病神につき、同役を差し免れ、大馬回り役を仰せつけられた。完成四年に1月十六日、土佐藩主、山内豊作の時代、当分、 お引け仕方、雇用をもって、同ウるー2月末日まで、5日中、待ち方ともに費用人回り交番をせつけられる。同年ウるー2月29日、同めぐる当番を来月中もそのまま引き続き、応せつけられる。完成5年に1月21日、三船奉行漁物改めを応せつけられる。完成8年9月27日、昨年、 五仙台様重きおぼしめしをもって御政治御改革を仰せ出され、当年にて五年元満に、いなり候所、ところ、一同法威圧法引受け、出生賞金を置きことなどを、ご満足におぼしめされ、金子後百匹をなし下された。完成十一年七月十一日、当薬をもって、柄源を差し物格を仰せつけられ、五仙草薬をこの度より、以前の通り献金。もっとも、 二位が五戦創役は、交代勤めを仰せつけられた。共和元年八月六日、筆則。五支配五留守物改め役を仰せつけられる。今日は二年十月二十三日、大間回り組改め役を仰せつけられ、薬領地百五十国を下し置かれた。文化五年、土佐藩主、山内豊香の時代、方眼圏役理。文化十年八月十日、土佐藩主、 山内豊藩の時代、従来の役を指し免れ役領地を除き、大間回り役を仰せつけられる。文化11年、一等権役を明け置かれる。文化13年7月9日病死。板垣大輔の祖母、犬井信武妻の墓。ありがとうございます。